っちまったやっちまったよ。どうも、フジピコです。おつピコ。今回はですね、6月30日、東京浅草にて行われました、エキゾチックレプタイルエキスポでの宣伝紹介をしていきたいと思います。じゃあということでね、まあ、こっからね、来週は関西で大阪レプタイルズフィーバーで、関東だと SB っていうイベントとブラックアウトが同時で開催してるのかな。はい。まあ、僕はね、ちょっと関西の方のね、参加するんですけれども、その後幕張レプタイルズワールドがあって、シズレプがあって、神戸レプタイルズワールドがあるのか。で、めちゃくちゃね、イベント、はい、ごっつ続くんでね、どんどんね、暑い夏、爬虫類ね、盛り上げていきましょう。今回もね、僕、オリザさんのブースでお手伝いスタッフとして参加してさせていただきまして、たくさんのいただき物もありがとうございました。いただき物開封ライブはね、この後、はい、今日はちょっと一日早めにね、明日おじさんと焼肉行くんで、はい、ちょっと、今日この後始めるんでね、そっちもね、見ていただければと思います。ということで、今回はね、生き物に関するいただき物と、購入品と、お迎えしております。はい。しかもみんなね、見たらな、ってびっくりしてもうてってね、みんなの中の千原ジュニアがね、ちょっと出てくると思うんですけど、それぐらいちょっとね、やばいやつをお迎えしましたんで、はい、最後までね、しっかり見ていただければと思います。で、最後にですね、オリザさんのね、あの入荷生態、今回またマダビンがね、入ってきてたので、カメレオンだったりね、いろいろ撮ってきましたので、最後までね、見ていただければと思います。それではご覧ください。どうぞ。はい、ということで、まずいただきもね、ティオイーはい。1イベント1ヨレーズということでね、今回もヨレーズお客様からいただきました。こんな何本あってもいいんでね。はい、また使わさせていただきます。ありがとうございます。はい、続きましてね、はい、同じくね、こちら、ティロリーはい、シルクウォーム2個ですね。はい、このうちの子たち大好きなんで、おやつにね、与えていきたいと思います。で、そしてね、もう1個いただきます。ティロリーでっでででーんということでね、はい、裏面にはね、城之内くんのね、刻印入りの、はい、これザリガニパンチさんのね、このイラストのやつを視聴者の方がね、レオンさんでね、依頼してね、はい、城之内くんのね、ピンセットをね、デッデデデーンということでね、はい、いただきました。もうピンセットが何本あってもいいんでね、はい、うちピンセットだらけになってるけど、はい、またね、何かいろいろ使わさせていただきたいと思います。ありがとうございます。はい、ということでね、購入品はこんなもんなんで、はい、じゃあお迎え紹介いきましょうか。今回私がお迎えした生態はこちらです。ピロリオリオリオリー、はい、わかりますかね、これ。ちょっとね、よりで見ていただきましょう。はい、ということで、今回私をお迎えさせていただくのはこちらね、はい、月光図ショップ青さんより、西アフリカトカゲモドキのゴーストレオズール加工図をお迎えしました。あー、言うて開けて見てみましょう。はい、パカリオープン。ピロリーということで、見て、これ美しすぎるでしょ。はい、まあ僕ずっとゴースト絡み、かわいい、ゴースト絡みのね、西アフはずっと欲しい言うてたんですけど、はい、もうぶっちゃけね、この1週間青さんのね、あの写真めちゃくちゃこの子見てました。はい、もう配信もね、見てたしね、もうどうしようかなと思ってね、もうめっちゃ悩んでたんですけど、一応イベント行ってね、まあ残ってれば、まあ見るだけ、あ、ちょっとごめんよ、見るだけ見ようかなと思ってた。最後見に行ったらね、まだいてね。はい、で今回ね、月光図ショップ青さんがね、ラスト出店だったのでね、まあそれあんま関係ないんですけど、もう欲しかったから買ったんですけど、はい、お迎えさせていただきました。まあもう最後ということでね、なんとね、もう加藤さんとね、有馬さんがね、めちゃくちゃ値段をなんかもう頑張ってくれてね、はい、正直もうドン引き価格でお迎えさせていただきました。このクオリティで、もうマジでめっちゃ綺麗でしょ。はい、でまあこの子一応ね、モルフはまあゴーストオレオズールーということでね、このゴースト特有のこのぼやっとした怪しいね、はい、幽玄な色合いにね、はい、オレオのちょっと白身が、だからオレオが入ってるんで、めっちゃ、なんかごめんなさい、俺西アフ全然知らんけど、知った風な口聞いちゃって。白身がすごい強くてね、このズールーのね、矢尻の柄がね、俺やっぱズールー好きなんですよね。はぁ。まあ、イブくんの嫁とかじゃなくて、ただただオスの、はい、もううちオスオスの西アフになりましたけど、はい、ちょっとついにお迎えさせていただきました。で、あんまこの子一応ね、こんな感じ尻尾がね、ちょっとよれてるんですよね。うん。なので、ちょっとだけの値段ね、ちょっと他の子に比べて、まあ若干ディスカウントしたんですけど、まあそれ関係なくね、逆にちょっとゴーストのね、ちょっとお化けのペロッと感があってね、これがちょっと逆に可愛くて、僕は、いや全然いいっす。これむしろありですね、っていう感じだったんですけど。はい。ということでね、はい。またこの子もね、今後、はい、メンテライブとかにね、はい、出ていただけると思うので、はい、お楽しみにということで、
はい、加藤さん、有馬さん、ありがとうございました。素敵なことを出会わせていただきまして。ということでね、閉館ギリギリ、16時55分ぐらいにね、お迎えさせていただきまして。まあ、おそらくね、月光図ショップ青さんとしてのラストのお客さんが僕だったんじゃないでしょうか。はい。ということでね、もう早々にね、この子、はい、ゴーストオレオズルのね、お名前も決定しました。はい。もうこの子はね、もうすぐ、はい、馬を追い浮かべましたね。はい、新しくお迎えしました、ゴーストオレオズル男の子のお名前は、うらめしくんです。うらめしということでね、はい、まあゴーストということでね、そういうことですわ。まあもうちょっとまだ成長すると思うんでね、フルアダルトまで、はい、しっかり育てていきたいと思います。ということでね、はい、購入特典のね、はい、こちら、はい、ラフチャンネルの有馬さんとね、青さんの、はい、コラボピンセットまでね、ちゃっかりいただいてしまいました。はい、この色合いすごい綺麗で美しいですね。もうピンセットだらけやがな。はい、これもね、使わさせていただきたいと思います。はい、ということでね、じゃあこっからははい、オリザさんに似た生態撮ってきましたので、ゆっくりご覧ください。どうぞ。Wow.